皆さんこんにちは、うりママです。今回はキャンピングカー歴2年目のキャンピングカーここに不満ありを包み隠さずお伝えします。キャンピングカーに乗って約1年半、たくさんの旅に行き、たくさんの思い出を家族と作ってきました。前提にキャンピングカーは本当に素晴らしい乗り物です。ですが不満が全くないと言ったらそれは嘘になります。を愛してる私からしたら少々心苦しい動画になってしまうかもしれないんですが、今後こうなってほしいとかああなってほしいとかそういう期待も込めて不満を言わせていただきます。今回はキャンピングカーに乗って約1年半で起こった不具合の部分も伝えさせていただきます。さらに自分たちの過失でこう乱暴に扱ったりして壊してしまった部分などもご紹介しますので、この辺はね、皆さん持っている方とか今後乗られる方も注意していただけたらなと思います。ではまず起こった不具合から見てみましょう。はい、まず一つ目の不具合はこちらになります。見事に外れちゃってますね。これね、こことここはちゃんと閉じてるんですが、この部分だけもうダメになっちゃって、こんな感じで今ちょっと保ってるんですけど、2つついてるので何回か打ち直してるんですよね。こうネジをね、穴が開いちゃってても何回打ち直してももう止まんないんですよね。だから新しくここに打った方がいいのかな、でもちょっとあまり穴開けたくないなっていうことで何ともならない状態なんで、これはちょっとナッツさんに何とかしてくださいっていう風に言いに行かなきゃいけないんですが、なかなかちょっと行けてない状況でこういう感じでほったらかしになってますね。一つ目はですね、カーテンのこうネジが取れちゃってる。そして何回自分たちでビスを打ち直してももう全くくっつかずにすぐに落ちてきちゃうっていうことですね。これはもう自分たちでどうしようもないので、ちゃんと裏地があるところにナッツに打ち直してもらうっていう対応するしかないのかなっていうところです。続いての不具合に行ってみましょうと言いたいところなんですが、今回ですね、この動画を作るにあたって私くまなく調べたんですね。どこが不具合があるのか、どこがこうダメだったのか調べたんですが、不具合が見つからなかったんですよ。自分たち以外の手で壊れたところっていうのがもうあそこのカーテンしかなくてですね、本当にないんですよね。この外装の部分とかライトの部分とかちょっとまだ見てないんですが、他に全くなくて、1年以上乗ってですよ、不具合が見つからないなんて不具合の方はとりあえず今はカーテンだけということで、続いてはですね、不満、ここははっきり言わせていただきます。不満一つ目、これ一体これは何なんでしょうか。所有している私ですらわからないというこの謎の爪、これがですね、なんか多分こう何なんだろうな、これはこうカチッと止めとくやつみたいなんです。これね、パキって普通にね取れちゃうんですよ。こうやって取れちゃうから、何の意味があるのか、ちょっと私にも本当にわかんないんですけど、ここにはあります。爪あります。爪あり、爪なし。爪あり、爪なし。爪なし。ある?あるの?なーい。別に支障はないんですが、これ取れちゃうから、ちょっとの衝撃でピーンって取れちゃって、飛んでっちゃってなくなっちゃってるんですよね。ほとんどの窓に。やっぱこれ取れちゃうと、やっぱなくしちゃったなとか、取れちゃったなとか、ストレスがちょっとあるので、あったりなかったりするし、これなんかちょっと、なんとかならないのかなっていう、むしろ別になくしちゃってもいいんじゃないっていう気持ちではあります。ここちょっとなんとかならないんですかね。そして続いて行ってみましょう。ガスを入れてバチバチって押したらここで火をつけるスイッチなんですけども、ここは防水じゃないんですよ。だからいつもここで顔を洗ったりとかメイク落としたりとかするときに、ここちょっとすごい気になってこういう風にキャップを置いてるんですが、ここなんかちょっと防水じゃないのはどうなのっていう、使い勝手が悪い。はい、あそこはですね、結構本当に見るたびダサいって思うんですよ。もっとですね、こう快適化で綺麗にされてる方とかもいらっしゃるんですが、ちょっとあんまりそれができていなくて、やっぱり水回りに防水じゃないものがついているっていうのは
正直どうなの？まあね、あそこの部分は多分ナツさんが作ってるんじゃなくて、どこかの会社からこう持ってきたものを入れてるだけだと思うので、まあこれはねどうかなっていうのは思うんですが、まあその辺も改善されていったらよりキャンピングカーが使いやすくなるんじゃないかなと思います。続いて行ってみましょう。後部座席がめちゃくちゃ酔う。もうね、これはね、もう仕方ないことだと。キャンピングカーってトラックの上にこう、ものをね、こう部屋を積んでるので、まあこればっかりは仕方ないなっていうのはもちろんわかってるんですけど、思っているより酔います。まあ酔わない方もいらっしゃると思うんですが、私はもう絶対に乗れない。もう酔っちゃいますね。で、最近娘が、ママ、キャンピングカー乗ってると、めちゃくちゃよだれが出てくるんだけど、それ完全に酔ってるよね。それ以降娘にはこれが欠かせません。揺れっていうのはオプションなどで、まあなんとかこうもうちょっとマシにすることっていうのはできると思うんですけども、ただ本当に高い、リアサスだったりとかなんかこう高いんですよ。ただでさえ高いキャンピングカーの金額にプラスそれも乗せちゃったらもうえらいことになっちゃうんですよ。もううちはだから残念。そういう方ももう多いんじゃないでしょうか。難しいところだとは思うんですが、なんとか少しでも。停車時は最高の家なんですが、走ると遊園地みたいな、遊園地の中にいるみたいな感じ。そして不満4つ目が、バーコードが取れん取れん。このバーコードめちゃくちゃ頑固なんですよ。綺麗好きの人ならちゃんと掃除常にしててスッと取れるし問題ないと思うんですが、出かける時でもまあ黒くてもいっかみたいなズボラな私と旦那がたまに綺麗にしようもんなら全然取れねえバーコードなっちゃってるんですよ。ってなってるんですよ。もちろんオプションとかでダイヤモンドコーティングあると思うんですけど、それもまたうん十万するんですよね。なんでも高いですよ。もう高いわこれ。なんとかなりませんか。では続いて、やっちまった編。自分たちがやっちまったことで壊れたものを紹介したいと思います。お分かりいただけましたでしょうか。動画は撮ってないのでちょっと分かりづらいかなって思うんですけど、これは納車して1週間ほどのワクワクドキドキウキウキしていた頃でした。うかい気分で酔っ払い、友人にキャンピングカーを見せていた旦那、そこで悲劇が。真っ暗な夜の中キャンピングカーを見せ部屋に帰ってきました。ここでは何事もなく終わったと思ったんですが、翌朝私がキャンピングカーを見に行くと、なんだか外側からキャンピングカーのドアがポコッと出ている。何これと思って開けた時、開かない。どんだけやっても開かんなくて、え何と思って運転席側から入って見てみたら、ボコボコだったんですよ。ネジの部分とかフレームの部分がバキバキにこうガーンって出てて、ネジ飛んでるし網戸ぐちゃぐちゃになってるしってなりました。あいもうこれは修理だなと、即修理だなと、まだ納車して1ヶ月やぞと旦那にはもちろんめちゃくちゃ切れました。でもそこでたまたまですね、フレームが割れていなかったので旦那がネジを見つけたし、ネジを全部取ってフレームをこうはめ直して、なんとか自分で直せて事なきを得たという。皆さんこれはですね本当にご注意ください。網戸を閉めたまま扉を閉めちゃうと本当にぶっ壊れます。でそれを酔っ払ってるとマジで気づかないみたいです。音とか本当は気づくよね、普通音がバキーンって言うからね。でも気づかないんですよ酔っ払って。皆さんこれはくれぐれもお気をつけください。はい、続いてやっちまった2つ目は、え、俺とんのそれ、右と左間違えて、右と左間違えて割れちゃったん。あ、ほんて割れとるわ。反対にして無理やりつけた割れた、無理やりつけた割れた、そんなんあなたが悪いじゃん。これのさ下の部分、ここが割れとんの。あ、ほんでもうつかへんのこれ。つかへん。オーニングの引っ掛けが折れてますね。はい、これまたね、まあさっきも言ってた通りズボラな旦那の仕業でございます。今回は酔っ払ってないんですよ。まあいけるだろうと思ってグッて押し込んだら、左右が逆で入らないところをグッて押し込んでしまったのでバキッと折れて、もう壊れちゃってつけれない状態だそうです。それを私はこの撮影をしている時に聞きました。
なんでもっと早く言わんねん。皆さん、向きにはくれぐれも気をつけてしまいましょう。はい、皆さんここまででお気づきの方もいらっしゃると思うんですが、すべて大したことないです。そうです、キャンピングカーユーザーになってから1年半、それなりにこのキャンピングカーと一緒に時を過ごしてきました。不具合も不満もやっちまったことも大してないんですよね。今回動画を作るにあたって、ありったけの不満や不具合ややっちまったことを詰め込んでやろうと思ったんですけど、本当にないんですよね。キャンピングカーもやはり製品であって人の手で作っているものなので、当たり外れっていうのはきっとあるかなとは思うんですよ。なので私の今乗っているキャンピングカーは結構当たりだったのかなっていうのも思いますし、トラブルも少ないし、今まで本当に快適に乗らせてもらってます。キャンピングカーを選んだ時にナッツを選んだ理由として、大手だしディーラーも近くにあるし、アフターサービスもきっと安心かなっていう理由が大きかったんですが、実際にオーナーになってみて、今本当に大した故障もなく大した不具合もなく乗れているなっていうのは、販売会社への革新的安心につながっていると思います。はい、不満とか言っときながら、最後はやっぱりこの車で良かったなみたいな、なんともこうつまんないお家になっちゃっているかもしれないんですが、今後キャンピングカーを検討している人や今乗っている方にも参考になったり共感していただけたら嬉しいなと思います。我が家のやっちゃって壊しちゃった例にはくれぐれもお気をつけください。では皆さん、楽しいキャンピングカーライフを、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。